当大将令集は、僧の僧佐都市級が編纂した、僧の歴代皇帝の省令を収集、分類したもの。全130巻、63巻。僧佐都市級の父、僧樹は、僧海洋の編纂に関わり、さらに、僧の歴代皇帝の御事のリや例を修正をしていたが、志半ばで没した。僧佐都市級も、また、新当女の編纂に関わり、 番頭の混乱下で編纂されたなかった武装以後の皇帝の実録を占したことで知られている。捜査都市級が父の意志を引き継いで実録や書書に再録された省令1960余りを収集し内容ごとに分類したのが同書である。記念3年に完成されたものの長い間刊行されることなく、 写本の繰り返しによって引き継がれてそのうちに散逸した巻も少なからず存在し、真の高所年間に敵演奏書に収められて初めて刊行された段階で巻14から24及び巻87から98、それに巻末の63巻が失われてしまっていた。その後、1959年に商務院書館から活字本が刊行されている。 省令を内容ごとに、帝王、貴賓、追肢、札送りな文、挨拶文、皇太子、将、公主、軍案型主、大臣、天礼、政治、万位の十三類とそれを細分化した154目に分類して配列し、省令本文は全文収録とし、起草年月が明らかなものはそれを付記している。類似の書き物である、東海王、札不元記。 旧当女、新当女などと比較しても、先週としての独自性と分類、配列に優れている部分は、評価されて、当の政治、経済、法制、軍事、外交などの研究には欠くことができない。その一方で、編纂時あるいはその後の写本の過程で発生した、誤字や省略と見られる誤りも存在するほか、再録漏れとなった、現存症例の存在も知られている。そのうち 五時、脱字に関しては、商務委員書館から活字版が出された時に交換機が作成されたが、その交換も不十分であるとする見方もある。ありがとうございます。